それかフォーです。マシオです。ここは三宮です。みんなもついてるらしいんで行きます。誰ですか？ん？ポンです。お願いします。ポンさんいないの？ポンさんまだ。じゃあマシオママとか今から何しに行く？ポンさんを探しに行きます。多分どっかに隠れてる。いた。おかしいってマジ。カメラでどうなんこれ怒ってんだからなこれ。みんなお前。みんな。今日は優勝祝いで神戸に来ました。イエーイ。めっちゃうるさい。もう一回最初からいい。今日は優勝祝いで神戸来てます。イエーイ。イエーイ。楽しみか。じゃあ早速受けに行きましょう。行きましょう。仕事はしました。おお。え、結構って僕ね。まあまあまあ。危ない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 。取れ取れ取れ。いただきます。いただきます。熱くないの？あ、まっすね。まあ。まあ。お願いします。食べるときマジで気をつけないと火傷するから。一口で大学王子の父さんは。お前ほんまに死ぬで。絶対暑い。ちなみにあの今焼くだけ、ほんまに焼くだけ。暑いでも。バカ暑そう。まあ、暑いっちゃ暑いけど、うまいのね。いきます。汁が。弱い？あほんまんま。でもめっちゃ美味しいじゃん。ベラボリです。味はマジでうまい。味はどうですか？美味しい。うまい？熱いでも味わえほど熱い。そんな。いやお前それでも多分熱いと思う。止まった止まったよ。バカ飛んだぞ今。熱い熱いでしょ。これは無理やて。いやほんまにね俺死んだんよ。なんかマシオの唇が歌舞伎みたいになってるけど赤すぎて。リップ塗ったんだよ。まあ、これ食ってちょうどぐらい。難しい人いるって。どう？もう言うて熱くない。うまっ。熱くない。あああ、いや、熱いね。なんで？うわ、汁えぐい。どうだった？中華街よかったね。うまかったね。よかった。うまかった。赤きれい、周りが。どこに行くんですか、今から？アンパンマンミュージアム行きます。アンパンマンミュージアムに行きます。今から中谷紀行さんの中谷紀行さんが作ったんだ。俺もう上見るだけで高所恐怖症発動する。バンジージャンプとかあんのかな？ないだろ。この上顔じゃない。瀕死の王さんがいます。かなくん王さんが、王さんの様子が。そうだ。街もあるし。何やユリ。バリ変わるわ。めっちゃ悪い。
座ってたら大丈夫。あ、もうこんぐらいなら。床が透けてるとかあるんですか。あります。ちょっとだけです。床が透けてるとかあるし。一緒や。お。そこがないな。あんまり使ってないですよ。誰か見つけてくれ、俺の。に冷えてます。玉ねぎすごいな、めちゃくちゃ美味しい。でもルカポは食わないんですよ。絶対安心。何も食えねえじゃん。いや、今は問題ない。うわぁ、どうぞ。うまい？めっちゃ美味しい。ガチうまい。何もつけずに。どうですか、世界一の味。やっぱ柔らかい。溶けるわ、なんか。うん、マジ溶ける。どうですか、お味の方。あや、フライング。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。中谷紀行さんに来てます。中谷紀行さんはポケモンユナイト部門の活動をサポートしてくださっている会社です。今日は、職場の見学と、社長の、ね、中谷さんと対談させてもらいということで、早速行ってきたいと思います。行くぜー。安定の5階で近いよ。君たちか。あ、失礼します。失礼します。世界突破した。世界突破、世界優勝日本代表で行って世界で優勝した。世界すごいな。うち子供がやってて、動画とかフェンネルさんに今度お会いするんやって言うとったら、トンさんとかが闇闇がどうのこうのって言うやつ。闇闇弱いけどなー言って反応しました。めっちゃ見てる。世界チャンピオンやから恐れ。ありがたい。ちゃんとした会社に行くの初めてだ。楽しいけどな、いろいろ話聞いてたら楽しい。エンゼルさんちゃんとした会社だって。あそうだそうだ。一応会社だから。すいません。あそこオフィスか。本当おめでとうございます。本当は一応社長室にします。来てますんで。あポケモン本当だ。やっぱ世界一。確かに。あ確かに。地で行きましょう。ナンバーワンで行きます。地はじめまして、フェンネルポケモンユナイト部門です。ピーって言います。お願いします。ボーズ部門、違います。ボーズさんの、トンジです。よろしくお願いします。お願いします。世界一の魔性です。お願いします。よろしくです。フェンネルのユメです。お願いします。お願いします。ユカポーです。よろしくお願いします。私は中谷紀行株式会社の中谷頼政と申します。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この度は僕らの職をサポートしてくださりありがとうございました。現地で快適にストレスなく過ごして大会に専念できたのは中谷紀行さんのおかげだと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。言っていただいて、まずはね、本当皆さんお忙しい中、弊社までお越しをいただいて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。そしてまた何よりですね、WCS での優勝、世界一ということで本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当世界一って本当すごいことないよ。一度世界一になったわけですから、はい、まだまだ世界連覇というかね、はい、目指して頑張っていただきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そもそもなぜ中谷紀行さんは発足して間もないポケモンユナイト部門、そしてフェンネルをサポートしてくださったのですか。はい、世界一を目指すという、この次世代の本当若い人たちがね、そういった思いがあるっていうのに、すごい共感をして、これはもうぜひサポート支援をしたいなっていうふうに思いました。で、我々の会社もですね、
これからどんどん若い世代に入ってもらって、はい、まあ、いろんなことを挑戦していきたいんですよ。日本も元気になってほしいし、で今の20代、まあ、10代20代のとかもっともっと元気になれるように応援できないかなと思って、そういうことでも支援をさせていただいたということです。僕からも質問よろしいですか。はい、中谷紀行さんが、まあ、普段どういう仕事されているかをなんか改めて、ご説明いただきつつ教えていただけるとすごい嬉しいです。社会電力インフラに貢献している会社であります。大型電気機器、重量物の運搬であったりとか医療機器の設置組み立てであったりとか、とにもかくにもこの社会のために、人々のために貢献できる、そういう仕事をしている会社だというふうに思っていただいたらいいんじゃないかなと思います。これまで運搬したものの中で最も珍しかったものって何ですか。面白いなって言われるのは、ジンベエザメを、輸送して水槽を入れると、はい、そういった仕事がやっぱりこう、すごいねって言ってもらえるものかなと思います。じゃあ僕からもちょっといいですか、はい、研修に力を入れているとお聞きしたのですが、はい、独自の研修センターではどのような研修をしているのかお聞きしたいです。僕が実は入社した頃って技術技能を生かす仕事っていうのは先輩方の背中を見てもうそんな教えてくれなかったんですよ。何もいよいよもうレベルの高い仕事を今どんどんやっていって限界を感じて、で研修センターをもう社内独自で作りました。でそこでは実際に機械を使ってもうそこでこうみんながトレーニングできるっていうような、そういう研修センターを今作っていて、もう全然知らない人でも一からトレーニングして、外の現場で働いて、そういう仕組みがあるのが当初の強みかなと思って、はい、僕でも行けますかね。皆さん絶対行けます。行けます本当すか本当に行けます。本当に一から勉強できるんで、それは、強みというかね。でも僕からも質問いいですか、はい、会社としてどのように社員さんを支援しているのかを教えていただきたいです。先ほども言いましたけど、一から勉強できる、学べる仕組みがあるというところで、資格取得なんかも無償でもちろん皆さんに取っていただくということと、福利厚生もとても充実をしています。で特にいろいろあるんですけど、ちょうどたまたま今月ですね75周年を弊社を迎えることができまして、400名の従業員が一堂に会してですね、パーティーをするという一つの福利厚生になってまして、実はその中でギネス世界記録にですね今回挑戦することになりました。でフェンネルさんにも世界一になったということで、はい、すごくこれ今日は縁起がいい日だなと思ってるんですけど、なんとか我々も世界一の、そのギネスの挑戦ということで、はい、記録を作りたいなというふうに思ってます。そういった従業員、社員の皆さんで喜んでもらえる、この会社で働けてよかったなって思われる、そういった会社を絶対作っていきたい、そういうのもね。中谷紀行さんの中で最も譲れないポイントって何でしょうか。絶対譲れないのはやっぱり社員の皆さんの物心両面のやっぱ幸福、みんなが幸せになってほしいなっていうところです。それがあるからこそ、お客様にいい仕事ができる、社会に貢献できるというふうに思っているので、そこだけは絶対譲る、難しい難易度の高い仕事をしていくとやっぱりこうそれで事故してしまって、社員の皆さんを怪我してしまったらいけないので、安全力向上っていうところはこれはもうとっても力を入れているところです。この会社で働けてよかったと思ってもらえるような会社づくりを僕は本当に目指したいと思ってて、そこは譲れません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいなんか社員の皆さ ん, なんか雰囲気が良くて仲が良くていい職場だと感じたんですけど、はい、その職場を作っていく上で意識していることなんてあればお聞きしたいです。本当にね、そういうなんかポイントがあれば逆に教えてほしいなって本当はずっと思ってるんですけど、いいことばっかりじゃないと思うんですよ、やっぱこう生きてる中でもね。でもしんどい時もみんなで支え合って助け合って頑張っていけば、またみんながそれぞれにこう助け合えるというかチームワークよくできるっていうところが、みんなのこう笑顔にちょっとずつこうつながっていって広がっていってるんじゃないかなっていうふうに思うので、そうやって言っていただけるのはとっても嬉しいというか、もっともっとそんな会社にしたいなというふうに思っています。はい、質問していいですかね。はい、やっぱりフェンネルの関係者の皆さんの話を聞くと、チームワーク、これなければ勝てないんですって話があったんです。プライベートで喋る時とかでも、やっぱこういろいろあるじゃない、やっぱこう思うこととか、何やってんねんとかでもそういったこう 生し話というか、はい、こうそれぞれ話し合ったりするんですか。そういうのってあるんですか。ありがとうございます。
話す時間がすごく大事でした。プレイだけじゃやっぱないんで、ああそっかそう、考える時間とか話し合う時間はやっぱ一番大事です。意見が合わなかったこととか合わないこととかってないですか？あ、ありますね、ありますね。でそんな時はどういう、とりあえずやってみる、あやって、まあ、調整するみたいな感じで、でなんかこうちょっとこう答えが見えてきたりとか、やっぱこうだねっていうのがだいぶ分かってきたりとか、そうですね、何事もなんかやってみないと分からない部分とかどうしても分かると思うんで、まあ、チャレンジが大事なので、とりあえずやってみて、はい、で、まあ、調整するような形になったりとか、すごい、本当勉強だ、全然そんなことないですね、気持ちいいです。ありがとうさあ、今日はあの長時間本当ありがとうございました、まあ、これからも最大限あの全力でまたサポートさせていただきたいと思いますので、まあ世界、まあ、2連覇に向けてね、はい、ぜひ本当にチームワークよくこれからも頑張っていただけたらなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひお願いします。こちらこそよろしくお願いします。本当頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。中谷紀行様についてもっと詳しく知りたい方がいましたら、ぜひ概要欄に載っけてある URL ご覧ください。また何か質問があればぜひコメント欄にお願いします。優勝しましたが、まだまだね、僕たちの戦いはこれからも続くんで、引き続き応援よろしくお願いします。来年も楽しく頑張りたいと思います。応援もありがとうございます。この調子で次の大会も優勝できればいいなと思ってます。これからも応援よろしくお願いします。これからも優勝します。応援お願いします。前大会無敗で勝つつもりでこれからも挑戦していくんで応援お願いします。